目薬。はいはい。はい、今なんか言いましたか？これ。みーみーチャンネル始まるよ。おはようございます。すいません、リクエストがあるんですけど、ミミの携帯の中身を見たいっていう人がいっぱいいます。今スマホなくしてます。え、まだ見つからないんですか？いえ、ミミのスマホがどこにいたかわからなくなりました。お部屋にもなさそうですね。さてどこにあるんでしょうか。後で見つけたら見せてもらいたいと思います。じゃあ失礼します。ジェスちゃん、ミミのスマホ知らない？洗面所はない。ミミどこにもないよ。あ、電話をしたらここから音がしました。ありました。これがですね、現在ミミが使っているスマホです。ミミのスマホの待ち受けはこんな感じになっているようです。あったよ。どうぞ。今8時です。なんかミミ入れてほしいアプリがあったんだって。何のアプリが入れてほしいの？目の位置すっごいおかしいよ、それ。なんかおかしい。あ、そうだよね。この部屋はちょっと臭い。やだ。皆さんこんにちは、みみちゃんの。みみです。今日は何を紹介してくれるんですか？いや、うちは自分から紹介するくないんですよ。ちょっと待って。ご飯食べてからハーブが入ってないんだけど。大丈夫ですか？見えない。スマホの中身紹介してもらいたいんですけど、いいですか？ホケマル。スマホケースはシーンで買ったやつ使ってるんですけど、本当はここにアボカドがついてるんですけど、買って3ヶ月壊れました。そんなに落としたりしてないんですけど壊れました。シーンではよくあることですね。だからもうこのまま使っちゃってます。よくないけど、このチェーンの部分も壊れました。ああ、よくあることですね。で、ここもよく外れちゃいました。おいくらですか？300円。そう、300円。ホーム画面はセーラームーンにしてます。可愛いから。いつから好きになったんですか？セーラームーンはこの日って見てないんですけど。ないんですけど、母さんにキャラが可愛いので買いました、うん、なるほど。チーは綺麗に見える。え、やだ、脱がないでよ。あ、履いてんの？あ、なるほど、そうなってたわけですね。え、あのズボンはそのままですか？うん、抜け殻。ミミの抜け殻です。中に入りますと、開きますと、あの、私の壁紙は無地です。何も色がない、こんな感じの色にしてます。この色結構好きなんですよ。で、ホーム画面は、まあ、一番上は YouTube ミュージック、TikTok、LINE、YouTube で一番使うやつにしています。ん、まあ、結構、まあ、YouTube は使わないんですけど、 YouTube ミュージックはだって1日にもう何時間も聴いてるので。で、下が Chrome とか Google フォトとか Google マップとか2番目によく使うものを入れてます。ん、で、真ん中はなんかあの温度は書いてないんですけど、サタデーみたいなそういうやつ書かれてるのをやってます。ちなみにこれは、うん、こういうアプリです。なんていうアプリそれ、すごいね。読めない。多分これ何？セミ知らないんですけど、こんな感じで。次が、下はあとカメラとか天気とかもよく使うんですけど、ショッピング系とかそういうのを入れてます。うん、ショッピング系って例えばスイーンとかですかね。へえ、はい、クーポン。それで勝手にカゴに入れていくわけですね。はい、カートに。はい、こんな感じで。そのPって何？Pあ、これ、うん、これはニュージーンズというあの K-POP アイドルのなんかアプリみたいな。そのアプリって何、ログインして使ってるの？なんかログインしたことあるのに、ログインしてできた。まあこういうやつですね。めっちゃ可愛いですよね。その W は何ですか？これは内緒ですか？内緒とか聞かないで。まあ V ライブとかそういう感じ。 V ライブは何を見るんですか？なんかライブですね。
誰のライブですか？アイドルのライブですね。へー、次行ってください。はい、2ページ目。デザインが素敵。このなんていうんですか、下の四角はその iPhone の編集するとかそういう系ですね。アイコン SD っていうのは何ですか？このアイコンを変えるやつですね。あ、え、すごい、アイコン変えられるの？はい。え、すごい、でも知らなかったの。知らなかった。やば。え、あ、だからマネーフォワードとかも変わってるの？イエス。めっちゃいいね。もう知らなかったんですって。49歳。44だから44歳。え、すごいね。え、知らなかった。いいな、変えたい。ママで、そんな感じで、うん、上は、うん、あ、ちょっと待って、ショートカットも変えたの？しめじも。はい。え、好きな画像に変えられるの？はい。いいこと知った。はい、次お願いします。そんな感じで、上は、まあ、Amazon とか時計とか電卓とか。すごい、電卓とか Amazon もなんかアイドルの顔になってんの？面白い。はい、うん、そんな感じで、うん、まあ、横にカレンダーあったりとか。カレンダーの背景も変えられるの？そのアイコン SD で。いや、これは別のこのアプリですね。あ、さ、セルミフィセルミフィで、こんな感じで。で、ここは YouTube ミュージックでよく聴くやつが出てきたりするので、うん、簡単にここから曲が聴けます。え、あ、そのこれですね。はい、はい、だからそんな感じでマネーフォワードとかジェペットとか入ってってます。で、はい、次のページは、はい、なんかもう何、結構何もしてませんって感じなんだけど、うん、とりあえず新しい、とりあえずなんか入ってる的な。はい、で、まあ、ブグログ、ブグログ結構私気に入ってるんですけど、はい、なんかここに読んだ本を登録できるやつですね。これ結構気に入ってます。へー、で、よく見てます。私は今プラチナデータのやつとか読んでってますね、うん、今は秘密読んでます。すごいね、大人っぽい本を読んでますね。東野圭吾が大好きなんですね。最近は東野圭吾の本よく読みます。はい。で、はい、これがボロで、あと漫画ミー。漫画ミーはあれですね。やっぱあの、私ちょっとさ、ボーナス。あ、ちょっと広告見ていいよ。ちょっとあのカットでいいんだけど。こういうふうに広告を見ることによって1話無料で見れるんだよね。あ、はい。だから今。今日の分やってます。毎日やってる？いや、思い出した時、うん、はいはいはい、マイナスにゲットしました。で、私は今氷の城壁を読んでる。今90話までです。おお、これね、家族全員読んでましたね、はい、みんな読んでます。これだけ面白いです。あとラインスタンプ、鬼川です。あ、ラインスタンプはカメ君からプレゼントしてもらいました。あと電車とかロブロックスですね。ロブロックスはゲームだよね。はい、うん、友達とよく電話しながらやってます、うん、あとペイペイとかアイビスペイントとか写真加工するやつとか、うん、計算機こっちにあるよね。なんか電卓バージョン、なんでここにあるの？今ちょっと作業しますね。はい、電卓2つあったんですね。ソーリーで、着信音メーカーとかはアラームの音変えるときにやったりしてます。アラームはちなみにどんな音なんですか？普通にあの結構いろいろあるんですけど、最近はアラームはロボットですね。ロボット？そう、あのとか、それかアヒル。え、じゃ結局普通のもともと入ってるやつ？あ、はい、ほとんど。あと前はこれでした。これで起きるの？なるみたいだけど。怖い。朝こんなのいきなり鳴ると怖いじゃん。怖くない？聞かれるかと思っちゃう。違うよ、イケメンがバイク乗ってる。ブーン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 してる。あ、押してるってこと。あ、なるほどね。王子様が迎える的な、迎えに来る的な。おはよう、みみちゃん、迎えに来たよ。はい、以上。あと横は、うん、特に使わないやつが、うん、なんか入ってるって感じです。なるほど。うちアプリマジで少ないんですよ、持ってるの。へー、ちょっと気になるものとか見てもいいですか？はい、ムービーメモもムービーしてるんですか？ムービーメモしてるんですか？いや、これはさっき入れたばっかで。スマホ壊れたじゃないですか。はい。で、今まで見てたやつの記録全部パーなんですよ。なので、うん、ないんですけど、うん、新たに新たにやろうと思ったんだけど、うん、そのこのアプリ、うちが見たやつ登録したいのにないのね、うん、
登録できないから他のアプリに入れようって思って新しいの入れた。へえ。ザリガニの鳴くところ入らないんです。入らないの？ない。見に行ったのにね。どうだった？ザリガニの鳴くところね、ミミ、ジェスちゃんと2人で見に行ったんですけど、めっちゃ面白いっす。おすすめできる？みんな見てください。へ、小説も読むもん。漢字検索っていうのは、それは全然あんま使ってないけど。使わないんですか？だってさ、ビジェット SD は何ですか？こういう資格のやつを作るアプリです。へえ、それでこういう風に整えてるんですね。はい。ビジェット SD で。はい。ミミはそういうアプリどうやって見つけるんですか？適当に調べたら出てきます。iPhone のアイコン変えるアプリとか調べたら出てくるので、それで使ってます。やり方わかるんですか？うん。やり方も調べるんですか？うん、適当にいじります。そうするとできるの？イエス。すごいですね。ゼペットは最近やってますか？やってません。ゼペットの名前は何ですか？今見せます。こちらなんですけど、はい、あのうちも下ネタ言うのやめたんですけど、アカウント作った時はまだ下ネタ言ってる時代だったので、名前がミーミーウンコになってるんですけど、あの気にさないでください。はい、わかりました。あ、で、はい、で、写真はなんか友達とやった時にちょうどなんか、あのこの下着が見えたとことかをしてます。あと友達を殴ってるとかとか、そういうのやってます。なるほど、はい、ありがとうございます。作詞名は入ってないんですか？はい、スマホじゃなくて iPad でやってます。わかりました。ということで、これがミーミーのスマホの中身でございました。ミーミーは人のスマホの中身見てみたい？イエス。やっぱり気になる？じゃあみんなもね、ミミのやつ見れてよかったですね。次の動画ではロブロックスの実況とかなんかやりたいなーとか思ってるので、ぜひ踏まえてみてください。ということで、今日の動画はここまで。バイバイ。チャンネル登録してね。よければご覧になってもよろしいです。バイバイ。じゃあ充電します。何？どっちがいい？いや、すごいですね、コードが。ここなんとかならないんでしょうか。なんかライトついてる。目がすり。はい、はい。今なんか言いましたか？これ。目がすり。え？オメガ3って言ってますか、これ。そう。何ですか、これ。オメガ3です。それはどうやってやってるんですか？いや、なんかショートカットを使ってやりました。何？ショートカットを使うと、充電を挿した瞬間にオメガ3っていうのができるの？充電が 50% の時とかもできますよ。それ何のアプリでやったんですか？ショートカットですね。どうやってやるんだろう？ミミすごいね。はい。じゃあねー。